おはようございます、野田さん。おはよう。今ね、メイクしてる。なんか昨日集合時間も伝えられておらず、だから何時に集合か分かんないまま寝たから、早かったらどうしようと思って早めに起きたのね。そしたら集合10時って言われて、今絶望してる。でもメイク始めちゃったしと思って、今だなってメイクしながらショールームでもするかってなってったところです。はい、スイッチで起きれた。みんなこれ画面どうなってる？ちゃんとラジオになってますか？大丈夫ですか？立ってる。よかった。本当朝早いんで、みんなは無理せず寝てくださいね。おはよう。ああ、眉毛むずいな。おはよう。何？寝てないかと思ってしまった。寝ましたよ。でも意外とちゃんと寝た。カラコンがさ、届かなくてさ。私もしかしたら
裸眼で生活する日が来るかもしれない。今怯えてんだよね。ごきげんよう。ドンキホーテで、ドンキで売ってないんですよ、私のカラコンは。ドンキで売ってたら、ね、楽だけどね。てかドンキ近くにある。まだ引っ越したてで周辺に何があるか散策できてない。めっちゃさ忙しいさ卒業時期にさ決めてるからさ、なんか適当っちゃ適当だったんだよ。そう、引っ越し大好きだからさ私。みんな人生で引っ越し何回したことある？そんなにないよね。でも12回3回6回。田舎好き？田舎の方が好き私。2回6回12回。すごいね、10回以上してる人すごい。私まだ10、え？私まだ10には到達してないな、ギリ。え、10回行ったらみんな引っ越し10回記念してね。みんな引っ越し10回記念してね。でも2回1個決めてることがあって、もうさ正月とかにさ周年とかないわけやん。だからさもうなんか、でもグループのそう周年はやっぱ祝いたいから、絶対ね1月10日と1月10日と8月21お披露目はケーキ買うんだ。別に NGT に送ったりはしない、自分で食べる。自分で食べる。メンバーぶって自分でお祝いする。かわいい。かわいいかな、メンバーでもないのにお祝いしていいのかわかんないけど。でも私は周年、なんかそういうさ自分の人生においてもう大事な記念日じゃないですか、1期生 なわけだから。だからそれはね毎年祝っていこうって思ったよ。だからもし忘れてたら、リカちゃん1月10日だけどケーキ買わないのって言って。あー忘れてたってなるかもしれないから。そう、でもさやっぱ年明けはさどんなケーキか写真、それはもちろんあげるよ、それはもちろん載せるけど、でもさなんか
毎年その時期、その何て言う、周年時期1月とかってさ、超忙しかった今まで。もうなんか終電もあったり、陸上がある時なんてもうてんやわんやでしたね。なんかそれとかがないって考えたらやばいよね。普通に何するんだろう私正月。もう見る見るうちに太りそう。餅大好きなんだもん、ニカは。秋元先生と違って、秋元先生は餅嫌いなんですけど。うまいよ。なんか、何で食べるの好きですか？何で食べるのが好き？リカはね、きな粉と、なんかお砂糖と醤油みたいな。きな粉とは別だよ。お砂糖と醤油も美味しいよね。ただただ焼いて。ちょっと眉サロ行かなきゃ、眉毛がボッサリーズです。眉サロって、眉サロに行くまで眉毛ボサボサにしなきゃいけないの。だからなんかその期間病む化粧うまくできなくて病む。眉毛ボサボサ期間。お雑煮いいね。納豆もいいね。もう全部いいねずんだ、あーいいね。醤油と海苔、焼いて醤油。わねえねえ、醤油と海苔、磯辺巻きだよね。え、醤油で海苔で巻くのが磯辺焼きだよね。私それめっちゃ好き。なんかさ、モダンな居酒屋にあるくないまもだんな居酒屋にあるくない？そんなことない私の知ってるまもだんな居酒屋にあるだけ最近まもだんって言葉好きなんだよね。なんだかんだ使っちゃう。どのシーンでって思うよね、みんなまもだんだねって言っとけばいいと思ってるまもだんな居酒屋ありそうでしょ。居酒屋に持ち合うの珍しいね。あ、そう？いや、私結構 2,3 店舗知ってるけど、持ち合う居酒屋。磯辺焼きいいですね、シンプル。え、私ね、あの貝、なんか大きめの貝の磯辺焼きとか超好き。渋谷にね、あるよ。渋谷に、なんかの打ち上げで行った居酒屋さんに、なんか貝の、なんかあったよ。で、基本、富山県民は都会とかで出てくる寿司とか海鮮を舐めてる派閥なんですけど、それ普通に美味しかったです。舐めてる、基本舐めてる。富山にかなうのって喧嘩売って大丈夫そう私にって思いながら食べてる。高みの見物してる、マインド的には。ゆったりはしないよ、そのなんかどんなもんじゃいみたいな。ゆったりはしないけど、マインド的にはそんな感じ高みの見物させていただきましょうって感じでやってますね。叶いませんね。
ね、みんなさ、チャット登録してる？チャットのさ、返信でさ、おすすめの居酒屋教えてよ。そしたらなんか東京行った時とか、なんかロケ行った時とかに、え、もう全国どこでもいいよ。もうどこにも、でも行くから、私多分。本当に教えてほしい。この居酒屋マジうまいよ。そう。ねえ、てかさ、これの話したかった。この画像の話。まず横断幕最高、スタフラ最高、メッセーカーの衣装のやつ最高、全部最高だったよ。缶バッジ最高、もう最高マジで。なんかわかんない、なんか流行ればいいなって思ったの、 NGT でこの形式が。なんかね、わかる、このわかる、なんか余計なものごちゃごちゃ置かないで、もうこのなんていうんですか、このシンプルなあの飾りっていうか、なんかそれが逆に洗練されてて流行りを作ってたよ。さすが私のファンって感じだった。やっぱ NGT のトレンド隊長だったからさ、私。あんま自分で言うなよな。でもなんかやっぱりそう、なんか衣装さんとかと接することが多かったり、あと外部のねとか、なんかメイクさんとかそういうところでなんか情報を収集してくるから、まあなんか流行りには敏感になれた方なんですけど、で入ることは大体リカちゃんちって、そんなことはないけど、でもなんか真似されてんなって思うことだったよね、正直。カリスマカリスマの意見としては、はーい、なんかそんな感じもあったよね。服とかなんか持ってるバッグとか小物とかみんななんか、あれ一緒のやつ使ってねみたいな、このブランドのやつ私しかフォローしてなかったり、みんなフォローしてんだけどって、なんかインスタとかでね、そういう感じになることが多かった。でもなんか嬉しいの、私はもうファンの人とかメンバーとかにもなんかそう参考にしてもらえることが嬉しくて、なんか、真似されて嫌っていう気持ち全くないから、むしろしてくれっていう。なんかそれがスタンダードになった頃に私はまたもう一歩先を行くからねって感じで、まあカリスマとしては黙れよな、本当朝から。でもさ、なんか分かんない、これさ本当なんか STU とかとさふわりで絡んでさ、私思ったことなんだけど、やっぱりちょっとあれだよね、なんかファンの人とかって若干、分かんないよ、48オタクの思考が分かんないけど、なんかちょっとさ芋臭い田舎の子みたいなのを従るくない？
てか男全般そう、なんかちょっとまだ垢抜けきってない、なんかえ、わかる、なんかまだ垢抜けきってないさ、なんかちょっと芋感の残る父のでかいこう押したがるくない、そんなことない、私だけそう思って言いたいことが、え、そう、特になんか、まあ、私のファンとかって年齢層そんなに高くないから、なんかまあ、そんなことはないんだけど、特にこう年齢が上になるにつれてちょっと芋っぽいこう押したくなる気持ちでもね、わかんの、なんかわかんのとか言って、なんかそこから自分色に染めたいみたいなことなのかな。私の分析によると、なんかでも男ってさ強くいたいじゃん、なんかこういうなんか強いなんかあれとか、洗練された都会の子とか、だからなんか髪の毛染めたりして怒るオタクの界隈のところとかってそうじゃない、なんかいつまでも素朴なままでいてほしいみたいな、そう、それなのにあんたらと来たらこんな気強いさこんな気強い子をしてて楽しいそれなのにあんたらと来たらなんか決して芋臭くはないじゃん私はなんかごめんねって、もっとピュアでいなきゃだよね、メンタルは芋臭いんだよすごい、うん、私メンタルめっちゃ芋だなって思う時ある、もしよかったじゃいいんだけど、繊細でピュアピュアでいる、でもなんかピュアだよね私って、本当にわこの鏡をなんかさ倍になる鏡みたいなやつ、なんかよれる鏡みたいな、アップになる鏡みたいなやつ買ったんだけどさ、要は気持ち悪い、これやめよう気持ち悪くなる、焦点合うまでなんかボヤボヤしてて気持ち悪くなる、三半規管弱くてなんで買ったのって感じだよね、え、てかみんなウサギのさあれ使ってる？鏡、可愛いから使ってほしい、てか昨日生ハム食べすぎて顔むくみまくりなんだけど助けてくんないだって豚の夢見たもん、なんか生ハム食べすぎて、使ってる？嬉しい、大好き、うさぎの鏡、大きさもちょうどよくない？なんか持ち運んでさ、メイク直すとかに使う時とかにちょうどいいよね、バッグに、ちっちゃめのバッグにギリ入るぐらいの大きさがいいですって言ったからさ、鏡メンバーにも好評で嬉しかったな、みんなまだ使ってんのかな、私の前だから使ってたのかなどうせ私の前だから使ってたんだよね、私知ってるよ、でももうほんとなんか後輩とかがさ、私のよいしょが上手くてさ、なんかよいしょされてるって分かっててもさ、まあ嫌な気はしないじゃん
かるでしょ、言いたいこと。持ち上げ上手、そう、持ち上げられてんなってなんか自覚あってもさ、なかなかなんか我に返れないよごめんね、たびたび手洗って。コンサートで小学生ぐらいの子が父親にウサギの鏡をおねだりしていたのを見かけた。ねえ、かわいい。無理、リカ絶対女の子産むから、みんな任して、それでアイドルにするからみんな、私ここに宣言するよ。みたい。だってうちのママが楽しそうなんだもん、やっぱりリカといる時。なんかあからさまにテンション上がってくれる、リカが帰ったら。なんかだってそりゃそうだよね、なんか普段さ男まみれだけどさ、なんか女の子とかとさ一緒にさお買い物したりさするの絶対楽しいじゃん。自分の私の子となればどうなるんだろう。最高に口悪いんだろうなちゃんと教育しろよな最高に口悪そうじゃない。もうなんかおぎゃーの時からもおぎゃーみたいな挨拶はごきげんようかい、ごきげんようって覚えさせるね。お嬢様学校に通わせよう。夢が膨らむね、そう考えたら。なんかさ27歳差のカップルで、時たまこの話するんだけど、 TikTok やってる人がいて、で奥さんは元アイドルなので、あの旦那さんはなんかその TO だった人なんだって。でなんか27歳差だよ。でもそのなんかカップル見てたらなんかすごいなって思うけど、でもやっぱりなんか愛されてるからめっちゃ幸せそうなんだよ、その女の子が。ともえちゃん、何ともえだっけ、二文字なんだよね、漢字二文字、なんとかともえちゃん。27歳差なの、私より年下だった気がする。奥さん22とかで、相手はもう47とか、すごくない？みんなからしたら超夢ある話で、ピーコ町とか踊ってなんかソファーの上でなんかそれにおたげするみたいなやつあげてて、めっちゃ再生数いってて、見たことある？結婚しても推しなのかな？そう、結婚しても推しみたいな言ってるよ。27歳上でも OK だから言ったでしょ、みんな。私は
イケメンなら何でもいい堂々とカスみたいなこと言うねえ、言ったでしょ。私はもうイケメンなら何でもいいの、本当に。一貫してるなんか変わった？いや、むしろ変わってないんだよ。そう、イケメンなら何でもいいわけさね。逆にこんな堂々と言ってたら安心じゃない？テーマでイケメン見つけよう、早く。そしてその人に会いに行くのが楽しみな毎日を送りたい。でもなんか、バッタ男は嫌だ。バッタは嫌だけど、バッタ以外のイケメンにしてほしい。ミルクタッチいいな。なんだかんだ韓国にはモテるな。美容大国だよね韓国。富山のスタバにも行く。スタバさ、意外とちゃんとたくさんあるんだよ、知ってる？ 駅のとこにもさ、なんか全国に4店舗目のティバーナっていう、ティーバーナかっていう、なんかあのスタバの紅茶バージョンがあって、そこも大好き。なんかそこ限定のやつとかあるんだよね。そうなの。なんかリカどんな家に住みたいかなって考えたら、高台の海沿いの高台の海見えるけど崖の上みたいなところに住みたくて、あと条件としてスタバが近いところがいいスタバとセブンイレブン。セブンイレブン近いとよくない？セブンイレブン派なんだけどさ、コンビニ。そういうところに家を建ててくれるイケメンと結婚する。あ、いいね。よき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 。今日はまつげがしっかり上がっている。バチバチや。つけましようと思ったけど、いいかな今日は。ねえ、セブンいいよね。セブンの芋餅、やばい！芋餅といえば思
い出しちゃった。せーのさん、はい、何の話。みんな忘れてなきゃいけないんだよ、私記憶クリーナーしたからね。昨日インライン忘れてたから。ちゃんとしっかり書きました、インラインまで。で、おはよう。最近よく使ってるリップは、あれどこ行った、リップモンスターのなんだっけ、ちょっとどうする人はすぐどっか行くんだから。サッカーを観戦しそのとリカちゃんの話を私寝た方がいいよ、マジで。言うて時差あるでしょ。海外行って行ったんだ。なんかゴリ海外、ロスとかゴリゴリ海外に行ってみたい。飛行機とか十何時間かかるようなところ、行ってみたいです。よし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 。そしてなんかみんな人増えたね。なんで？てか8時23分だよ、ほらみんな。てか誕生日タイム、本当だ。よいしょ。おいで。え？待って、リップ消えたんだけど。本当に消えたのね。あるや。単おめ、おめでとうございます。いや全然おめでとうとかじゃないんだけど、
ケイト、リップモンスター06番2時 AM ってやつを使ってます。これ本当に落ちない。なんか落とそうとしても落ちない逆に困る。誕生日タイム終わってもうた。なんか誕生日タイムといえばさ、某強火オタのさ、女の子がさ、なんかお話し会でなんか誕生日カウントダウンみたいなしてくれてたの、ツイッターかなでやってて、でなんかカウントダウン始めたの私だし、なんならなんかほんとこれぐらいの口調ですごい言ってて、すごい覚えてんのが、私は8時23分にこだわってあげてんのね、みんなあげてる時間何時って感じなんですけど、それ何の時間ですかっていうめっちゃおもろい。そのお話し会でね、火吹いてて、でもなんか嬉しい、そこまで思ってくれるの。だって誕生日8時23分ってまあまあさ朝じゃんなのにさ、そこに起きてさ、ちゃんとさ更新してくれてんのが嬉しいよ。私はその話を聞いてキラキラ笑ってる、悪魔みたいな。みんな本当にちゃんと好きなの、リカちゃんのことみたいな。私より怒ってる。楽しいとか言っておきながら、すぐみんな他のとこ行くじゃねえとか言って。私より怒ってると思って。キラキラ笑って。それを見ながら。愛だね。本当にそう。これはでも、本当に愛を感じるお話なので、私は。すごく嬉しいんですよ。的には良いよね。なんかあるか？良いよね。良さそう。お腹すいたよね。みんな朝ごはん何食べる？
みんな朝ごはん何食べる？スープだけ。これから。これなんて書いてあんの？ヤムちゃん？中華系の？ヤムチャで合ってる？今朝チーズケーキとアイスクリームですね。え？女子じゃん。ちゃんと食べて偉いですね、皆さん。いいね。私よりアイドルの人いるわ。アイドルよりアイドルだよ。私もアイドルじゃないけど。納豆ご飯、納豆ご飯ってうまいよな。納豆ご飯はね、卵を入れるのが好き。ちゃんとリカ卵白泡立てる。泡立て器で。でもその一手間で全然違うよ。やっぱなんか。今日の髪型なんでしょう。やったことなかったってみたい。え、なんか黄身だけ納豆をかけるじゃん。で、黄身だけ先に落として、で、卵白を泡立てて入れるのよ。うまいのよ、これが。ふわとろ、卵、納豆、ご飯になるよ。なんかとろろみたいになる。とろろも好き。おはよう。とろろうまいよ。うまい。富山の人にとろろってとろろ昆布出てくるから要注意です。
喜ぶもうまいよね。今日はみんながポニテポニテってうるさいのでポニテにします。ことあるごとにポニテって言うんだから。私結構さしてるよ、ポニテ。気づいてないだろうけど結構してるよ、ポニテに。でもポニテ好きだよね、みんな。男の子って好きだよね、本当に。場合はポニテが好きなんじゃなくてリカが好きだからもう何でもいいんだけど結局のところ私それ知ってんの、知ってるけど、聞いちゃうよね。結局みんな何でもいいんだよ、可愛ければいいですみたいな。ちゃんはストライクTPO にね、 TPO に合わせて。よし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 、絞れました。はい、いけた。今日ね、顔出しもやる。ちゃんと顔出しは夜にしようかな。もう疲れてるだろうけど、顔は。それでこう浴びていく。これするのとしないのとじゃあもう違う違うって話。よし、してるよ、大丈夫だよ。まあ飽きて撮ってる可能性はなきにしもあらずだけど
いしょよいしょよいしょ、はい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 、朝ごはんね、どっちにしろ食レポあるからまだ食べれない。けったいな話やで、ほんまに。誰一応食レポがあるんですよ。だからなんか要するに我慢なんだよね。全然、はい、まだ髪の毛巻いてないけど、まだ髪の毛は巻いていません。じゃあ朝から見てくれた人へのご褒美ということで。こんな感じです。スプレー取ってこよ。スプレー。何回ぐらい巻くか。ちょうどよくなった。ちょっと暗いんだよね、ここ。申し訳ねえ。若干なんか雰囲気のある照明使っちゃったっす自分。
な離れて。準備はいい？せーの。いい。いいんでないの。カモリはできたんだが、後ろ巻かなきゃいけない。おはん。いいね。よいしょ。これはどうにかこうにか外巻きにしていきたいが、どうだ。リカちゃんの顔見ると眠くならない。本当だそれ。でもリカ今日のトップスシーンだよ。イエーイ。しかもだいぶ前に買ったやつですからね、皆さん安心してください。これで本当にだいぶ前に買った、1年前ぐらい。いい感じ。いい感じですね。高見えする。上に着てるビスチはね、ラベルエチュードとか。ブラウスがシーンで、あ、ちょっと喋れない。はいはいはい、いいのでは。いいよね、足りないボリューム、ボリューム足りない、みんなとしては。
どうじゃ。下がわかりやすい。ポニーテールを隙間にこう送り込む感じでやるとよく揺れます、はい、いいね。マニキュア塗る。今日はね、手元がね、映るかが。リリミュー、何これ、ロゼスパーク、お世話になっております、指原さん。まあ悪くはない、悪くはない。うるさうるさすぎて草なんだけど、はい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 、もうね、マニキュアなんつうのは適当なんだよね。爪の形綺麗。私めっちゃ女爪なんだよね。みんなはどうせ男爪でしょ。なんか四角く横に長いのが男爪。私みたいに縦にこうなってるのは女爪。全然
変わったね。なんか照明のせいで見えない気がする。はい、こんな違いです。可愛さが伝わらない。どうやったら伝わりますか？なかなか伝わらなくて嫌。伝わってる？いや、問題は右手なんだよね。もう左でいかに綺麗に塗るか。集中モード。トゥルルル。トゥルルル。キラキラになってきた。トゥルーン。キラキラ可愛い。そうなんだよね。引き手じゃないから。なんだったらすぐ消えるわけ。でしょうか。全集中。水の呼吸。水の呼吸って何やったっけ。なんとかルテン、生成ルテンみたいなやつ。うちしお、全集中、水の呼吸、リュウリュウマイとかか。水車あったね。寒天の自由読んの方。寒天の自由。じゃあ4の方なんだっけ、獅子舞みたいな名前だった気がする。てれーん。こちらも乾かしていく。あ、ここで見たら見えるの。全部深爪だったのに。
やっぱなんかスズメはさ、スズメルル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 ルやっぱロケだと映えないから、スズメっていうのは自分の地爪か、地爪だとスズメ、スズメの戸締まりになっちゃう。お返しまわす。漏れてる？大丈夫そう。チャックマイクでごめん、生まれてきちゃってごめん。お腹空いたんだけど、マジで。若干ラジオにします。はい。移動するよみんな。ついておいで。ついておいで。ということでやってまいりました。みんなはね、黙って私についてくればいいから。黙って私についてくればいいから。バッグの中身がレシート地獄だぜ。いや、マリオのモノマネ。いや、いやー。ちょこんなんじゃないマリオって。いや、と。だいたいそんな感じ。リカヨッシーできる。昔の方がうまかった。え、なんか全部昔の方がうまかった。昔もっとモノマネできたのになんか衰えた。やっぱ練習しないとダメだね。
何になりたいんだろう私ってば。ちょっと香水は同担拒否なんで見せられません。はい、すいません。はい。なんか無事ネイルも乾きけり。キモ子分、あ、無事ネイルも乾ききり。拙者嬉しく思う。え、マジ糸おかしなんだけど。糸おかしすぎん、さすがに。それはマジで。お腹すいたな。お腹すいたよ。お腹すいたね。何がいりますか。あ、これと、これはどうしよう。持っていくか。一応ね。一応。コンシーラーいるかな。いや、いらんだろ、さすがに。いいよね、そんなに持っていかなくて。メイク直し用のメイク直し用具を今ね、頑張って選んでるところ。お腹すいたよね。みんながすいてなかったらいいんだけど。みんなもすいてるよね。わかんないけど。わかんないけど。はい。いいんじゃない？片付いてきたんじゃない？これとこれをあれする。で、これとこれをあれする。はい、みんなついてきて。はい、ついてきて。 Let's go, l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 et's go。
ッケー、任務完了。任務完了でござるよ。いいところないかな。配信に適したスペースを探しています。配信に適したスペースを探しています。ここでいっか。落ち着いた。オッケー、もうこれでみんなと向き合えるよ。面と向かって戦える。まずドイツを倒せばいい。みんなまずドイツを倒せばいい。私も戦力に加われる。任せて。てかこの画像の解説していい？まずドレスっぽいよね。私のドレスと似てるこのリボン、大きいデカリボンをつけたこのリカって書いてる窓みたいな、ちょっとラプンツェルっぽくもあり可愛い。そうしてあのドレスと多分同じやつで、ね、これ誰が作ったの？めっちゃ上手じゃない？衣装こんな作れる人いたの？すごくない？アルバム、アルバムは某おかんが全部。え？すごっ。一人で作ってた。え？おかんマジで業者でした。てか本当の服も作れそうこれ。本当に。すっごいアップにしてリカの画像とか見ながら作ったんだろうなって思ったら可愛い。そう、スタンドも全部可愛くて全部持って帰ってきてやった。うん、すごいよね。愛だよね。塗装とかしてて本格的に業者始めたんかと。でもね、みんなやっぱ器用。こんなのできるのすごいよ。なんか私も忙しくてさ、全然なんか生誕もそうだけど卒業のやつも口出しできなかったからさ、だから申し訳ないなと思ってたんだけど、うん、大丈夫かなって。
だけどなんとかね、素敵なのになってよかったね。センスが最強すぎた。わかる。超かわいい。この下のさ布とかもさ選んでくれたわけでしょ。てかこんなでっかいリボン見たことないもん、スタフラ。いや、愛ですね、これもまた。てか、ほんとなんか女の子多いからすごいなんか全部いつも可愛くしてもらってて申し訳ない。え、てかさ、来年とか生誕祭するって言ったら来る？どうせ来ないでしょ。キャパ50人ぐらいだったら埋まるかな。みんなどれぐらいの規模でやってるの？他の子とか7個とかどれぐらいの規模でやってるんだ。みんな行ったことある人いる？ DD の皆さん出番です。 DD の皆さん出番です。卒業生の生誕祭とか行ったことありますか？清田さん名指しで草教えてくださいね。なんかそれさ知らないとさみんなできないよね。お誕生日あゆちゃんは50人ぐらい。やっぱそれぐらいがアットホームでいいよね。荻野ちゃんのくらいしか行けないけど200人くらいだったのかな。すごっ。劇場よりちょい少ないぐらいってこと？でもなんかファンクラブイベントみたいなのやりたいから、うん、まあ全員来ないにしてもそれぐらいのキャパは必要ってことでね。ファンクラブに登録してる。もうよかちいでちゅ。でも歌ったり踊ったりするんだ。ちゃんと衣装も揃えてね。うん、その時に歌とダンスできないってなってなければやろうと思うよ。どんな衣装がいいかな。誰か衣装作ってくんないかな。それ用の衣装。
でもみんなはファンだからいいけど、リカお仕事する人となると厳しいよ。うん、私嫌いな人の一番に挙げられる項目が無能だからね。うん、やっぱり周りで仕事できない人いるとイライラするし、なんかえそれ自分の最善って思っちゃうんだよね。そう、やっぱりその分いいものを届けたいと思ってるから、なんかめっちゃ厳しいよ。同じ世界にいるとなるとちゃんとやってよ、やる気あんのとか言うよ普通に。怖いでしょ。言えよな。と思わない？そう、お金もらってるからね、厳しくなるよね、そりゃそりゃなりますよ。だから9時45分までやる。みんなもそしたらお仕事行く準備とかあるでしょ？休みですか皆さん。この後の、この後に及んでまさかの休み？お仕事です。へー、休み取った。なんで？お休みの日、まあそう。でもなんかリカは本当に最近思ったのが、家にゴキブリが出ようと私がぶっ倒れようと何しようと、なんかもう仕事を辞めてでも飛んできてくれる、その時どんなことをやっててもリカが一番大事って思って飛んできてくれる人がいい。でもさ、人はさ、やっぱゴキブリごときでさ、大事なさ仕事中に呼ばれたらさ、うざいじゃん。でも文句も言わず、なんか大丈夫って飛んできて去って、あの対応してくれるような人がいいです。はい、本当にこれは最近思いました。リカちゃんにとっての一大事は俺にとっては一大事です。え、でもさ、ピンチランキングでいくとさ、結構上位に入ってくると思わない？ゴキブリが出た時、私結構ほんと上位なんだけど。てか、なんなら1位ぐらいかもしんない。ぶっ倒れるとかよりも嫌かも。だって意識あるんだもん。最悪な状態で意識ある方が最悪じゃない？
もうなんかぶっ倒れちゃってればさ、まあ、ピンチはピンチだかもしれないけどさ、自分で気づかないじゃん。だから別にいいんだけど。え、結構だ第1位なんだけど私結構無理だって、虫が世界で一番無理なんだよ、そんなの。私結構上位かもしんないな。え、ねえあれだよね、そうだよね。一番なんだろう、一番嫌なシチュエーション、やっぱ1位がそれで、2位はなんか体調悪い時だよね。高熱、高熱結構辛くない？39度40度あたり出てたら結構来てほしいかもしんない熱ってしんどいじゃん。なんかほっかがさ、お腹痛いとか気持ち悪いとかだとなんかもうほんとグロッキーになるから、あの自分でなんとかしようって思うけど、熱ってさ誰かにいてほしくない？もうなんか何回やってほしいみたいな。だってまだちょっとほてって可愛い状態だし好きな人にも全然見せれるから、うん、来てほしいかも。助けに来てほしいランキング考えよう、みんなで。みんなの1位は何？私はゴキブリ、2位が高熱、3位が、3位なんだろうな、なんかでも車運転する人とかさ、事故った時とかありそう。なんかどうしたらいいか分かんなくなるじゃん。多分自分パニックってるし冷静な判断できないから、私免許持ってないか分かんないけど、なんか高速道路で事故った時とか怖くない？なんか、え、来てほしいかもってなるくない？ちょっと今事故っててみたいな、まあ、高速道路は来れないんだけどでもなんか助けてほしいランキングでいくとさ、それそういうのじゃない？なんかどっかの山道にはまって抜けれないとかさ、みんな1位何？1位何ですか？ゆりか、やっぱゴキブリかも。ゴキブリがやっぱ一番無理かも。ゴキブリとか8位ゴキブリ、虫系だよね。だから、なんか私さ、なんかまあばあちゃん家でなんだけど、30センチ物差しぐらいのムカデ見たことあるのね。その時とかもう本当に固まって動けなかったの。え？ってなって私とか最初ヘビかと思って、え、ヘビ？って思ったら、え、え、ムカデじゃんってなって、マジで怖かった。ラジコンかと思うぐらいでかかったんだけど、前のゴキブリもおもちゃかと思うぐらいでかかったけど、ほんとなんか30センチ物差しぐらいあって、森なしで、だからなんかキモ
ねえ、ごめんね、電話来ちゃった。なんだろう、今閉じちゃった、反射で。すいません、出れません。配信してます。みんな聞こえてる？止まったくない一瞬。もう一回電話来るかも。電話来ちゃった。トゥ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 ンって。電話来ちゃった。ごめんなさい。すぐ。てかなんか。なんで配信してんのか分かんないのかな、ちょっとあれしよう、 X にポストしてやろう。配信してるんだよっていうことを知らせるために。配信してるから邪魔しないで。てかショールームってこんな人口いるんだね。だって69、待って、だるま18位だよ。すごい、ありがとう。昨日いっぱい投げてくれたからかな。どうだろう。じゃあちょっくら準備するか。シャーなし、シャーなし。あれ、りーちゃんのスリッパなくなった。あった。ドゥ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 。今日も最初の方は28位とかあった。え、じゃあ結構変動性なんだ、変動する系だ。ごめんね、最初から見てくれてた人たちありがとう。7時ぐらいから始めたのにみんな。ありがとね、見てくれて。ちょっと私仕事してくるわ。うん、今ショールームしてるんです。ツイッター見てください。ツイッターを見てください。今ショールームしてるんです。お気をつけていってらっしゃいませ。うん、行ってくる。呼ばれてるから行かなきゃ。電話してこないでほしい、ショールームしてるから。プンプン、私のツイートされてる？
されてないのか。ツイート先来た。しつこい、しつこいよってふわり愛のスタッフに言ってきて。しつこくことこの上なし。十時って言ったやんの気持ち。はいはい。ということで、皆さん、私は行ってまいります。みんな行ってくるね。ランキングが7位が春優さん、6位が茶太郎さん、5位が元吉さん、4位が龍二さん、3位がビスコさん、2位がタタホカさん、1位がテリモキバーガーさんです。ありがとうございます。ランキング全部聞こえた？大丈夫？ちょっともう電話がしつこすぎて、マジメンヘラの、メンヘラ彼氏、彼女みたいになってるから。ちょっと行ってくる、ちょっと早いけど。いらっしゃい。本当に鬱陶しい。プリプリ。はい。適当。鬼適当プリプリ。行ってきまーす。行ってきます。はい、プリプリ。